なんですいません。はい、インパクトむしろこっちの方が。まあまあ、人数の上でこう一人ずつしてるので、ジャンプしたような状態です。よく作ったな。現実感とかリアリティとかではないぶっ飛んだ世界をちょっとやってみたいなと思って、うん、はい、かなり振り切れたコメディになってます、地獄舞台にして青春ロックミュージカルコメディなので、劇場で大音量で見ていただくのがいいと思います。永瀬くんはもう人間界だけではちょっと収まらないというか、Too Young To Die というタイトルになりました。はい、まあ、こちらのポスターも非常に派手と言いますか。そうですね、はい、ね、ここまでですけどね。そうなんです、こっちは違いますけど今のところちょっとこちらの話をさせていただきますけれどもね、はいはい、ここまでです。はい、いち早く、はい、25日の公開前にこれを見ていただいて、はい、出させていただきました。ありがとうございます。そうなんですね。ぜひ感想をお願いいたします。いやいや、はい、地獄に行っても悪くないかなみたいな感じが、はい、記事はでもあれですよ、うん、地獄じゃない、天国だと思います。きっとそうだと思います。いやでもなんか天国つまんなそうだから意外と地獄の方がいいかなみたいな。岡山桃太郎で有名なんですけれども、はい、この桃太郎、あの鬼をやっつけてそれでおしまいにはしなかったんですよ。ちゃんとその後あの鬼とも友達になって、はい、今では、8月になったらみんな鬼の格好をして、町中踊り狂うんですよ。裏じゃって言うんですけれども、はい、鬼もウェルカム、鬼ウェルカム、鬼ウェルカム、はい、鬼ウェルカム。鬼はこうじゃないですか。あ、やっぱりやっぱこうですか。角が2本あります。なるほど、じゃあこっちです、ね、これで鬼ウェルカムで、はい、あ、鬼ウェルカム、これはじゃあぜひ流行らせてください。まあ、ハワイのこれに近いですね。そうですね、はい、あ、これと近いですね、うん、はい、こうなると詳しいですけどね。そう桃太郎なんですね。一寸法師、あっちでは一寸法師で、もういろいろ、はい、あのもうあの役ちょっとややこしいですよね。あ、や役の幅が広いんです。アマちゃんに、ね、ご縁があるんですよね。そうなんです、はい、でも僕会ったことないと思います多分。75はスタッフ A で、あの前の智也さん、この大体あの登場パターンが、はい、そのアマちゃんで、ね、あのスタッフ A みたいな感じから少しずつこう、はい、あの存在感増してるって、あの、はいはい、一寸法師でもあのちっちゃくてなんか分かんなかったところがようやく大きくなって、あ、はい、そうですね、あの、あんた誰みたいなこと言われてます、はい、まあでもその地味にこう出てきて、うん、存在感を増していくっていうこういうパターンで、はい、黒監督はこの門下岡山 PR ソング大変気に入っていただいていると。そうですね、もう1年ぐらい前かな、なんかたまたま YouTube で見かけて、はい、これすごいかっこいいなと思って、 あのラジオで自分の番組で3週ぐらいに続けてかけてたんですけど、はい、桂木さんと対談する機会があって、そういうふうに、はいはい、それで、はい、これ、はい、門下岡山の話も、なんで桂木さんはあの時セーラー服着てたんですかって聞いたら、はい、なんかセーラー服の生産が岡山は日本一なんですよね、はいはい、だからですって言われて、あんまり理由になってないなって。いや、こんなね、あの気に入ってくださる方にお渡しできるっていうのは大変光栄です、はい、すいません、ありがとうございます。 ありがとうございます。全24曲入り、そしてボーナストラックが4曲も入ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。これは家宝にさせていただきます。あ、ありがとうございます、はい、監督作詞と、そうです、僕の全部作詞は僕ですので。いやいやいや、でも本当ね、はい、いやノリのいい曲がいっぱい。そうなんです、ありがとうございます。岡山の皆さんは、まあ、もうちょろちょろこういうの見ればわかると思うんですけど、鬼に馴染みのある方たちだと思うので、こんなにかっこいい鬼がいるんだっていう風に、はい、あと人間が鬼になっていく過程がわかる映画ですので、それも楽しんでいただけたらと思います。